マシュー・デビット・シューメーカーは、アメリカ合衆国ミシガン州ウェイン軍、ワイアンドット出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のミネソタツインズ所属。愛称はシュー。ロサンゼルス・エンゼルス時代高校時代及び、東ミシガン大学在学中は、MLB ドラフトにはかからず、2008年に、ロサンゼルス・エンゼルスと契約して、プロ入り。契約後、 参加のルーキー級アリゾナリーグエンゼルスでプロデビュー。3試合に登板して1勝0敗、防御率4.50だった。2011年途中よりトリプル A 級ソルトレークビーズでプレー。オフの10月に開催されたグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球アメリカ合衆国代表に選出された。2012年はトリプル A 級ソルトレークで2年連続で2桁勝利を挙げた。 2013年9月15日にメジャー初昇格。メジャーデビューとなった9月20日のシアトルマリナーズ戦では先発を任され5回を無失点に抑えた。同年のメジャーでの登板はこの1試合のみだった。2014年は開幕からの3試合はリリーフとして登板したが、先発陣の故障と不調で先発ローテーションに加わると5試合に登板して3勝0敗と期待に、 答えた。その後、故障者が復帰して一時的にリリーフに回るが、7月に CJ ウィルソンの故障により再び先発ローテーションに復帰した。同年8月は6勝1敗、防御率1.31の好成績を残し、アメリカンリーグのピッチャーオブザ・マンスとルーキーオブザ・マンスに選出された。規定投球回には届かなかったものの、アメリカンリーグ4位体の16勝を挙げ、 勝率800は同一位に輝き大躍進を果たした。オフの11月7日に日米野球2014の MLB 選抜に選出された。2015年は先発陣の一角として25試合に投げたが防御率4.467勝10敗と負け越した。2016年9月4日のマリナーズ戦の2回裏にカイルシーガーの時速105マイルパーアワーの打球を 頭に受け交番した。検査の結果、頭蓋骨の骨折と頭蓋内の血腫が見つかり、手術を受けた。レギュラーシーズンでは27試合すべてに先発登板し、防御率3.889勝13敗、ホイップ1.23という成績を記録。前述の負傷も重なって、またもや二桁勝利は逃したが、自身初の完封勝利を記録、し率をに、 脱産心率を8.0にそれぞれ戻すなど、投球内容としては復活したと言える成績だった。2018年11月30日にノンテンダー、FA となった。2018年12月28日にトロントブルージーズと単年契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。 2021年2月18日にミネソタツインズと200万ドルの単年契約を結んだ。顔面を覆うヒゲがトレードマーク。平均急速時速1 4 7トルのフォーシーム、ツーシーム、カッターの速球3種と変化球はカーブ、スライダー、チェンジアップ、ナックルカーブを持ち玉とする。2015年までフォーシームを軸にツーシーム。 チェンジアップの3球種をメインとしていたが、2016年から基本球種をチェンジアップに変更し、投球全体の約40%を投げるようになった。ついで、ツーシームが約30%、フォーシームが約20%で、この3球種で90%以上を占めている。残りの10%弱は、スライダーとナックルカーブを投げており、 通常のカーブとカッターは2014年を最後に投げていない。ありがとうございます。